放送。はい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 、はい、じゃあ西日本の何通勤の電車の通勤の電車、ね、あはいはいはいの車内放送のモノマネ、でまあ乗り場とか時間は架空でやらせていただく。あはいはい、はい、もちろん全然構いません、はい、いきますよ、はい、お願いします、はい、どうぞ。まもなく2番乗り場に新快速姫路方面網新雪が12両に参ります。マジかっていう感じで、すごいですね。やっぱり負けたわね。マジか。すごいね。もうなんかイントネーションがもう完璧ですね。ありがとうございます。でしょ。はい、皆さんこんにちは、ガミです。はい、僕はですね、今名古屋駅に来てるということで、今回は近鉄名古屋駅から大阪難波駅まで近鉄の特急のアーバンライナーっていうやつにね乗っていきたいと思います。で今回この企画はですね、最速達在来線特急の旅っていう、もうだいぶ昔にやってた企画なんですけど、覚えてる人いますかね。僕はね、知ってます。あ、知ってます。あ、そう、今ちょっと視聴者さんにこれ撮ってもらってるんですけど、そう、もうだいぶ前にやった企画なんで、まあ、もしよろしければね、前の動画探ってみたら、この企画ありますんで、見てくださいということで、じゃあまずね、早速、じゃあ恒例の切符をね、今から券売機に買いに行きたいと思います。じゃあ、行ってきます。さあこれが、近鉄線の運賃表ということで、僕ねやっぱ関東に住んでるからこうやって関西の私鉄の運賃表ってなかなか見ないんですけども、やっぱり近鉄ってもう本当に日本一 の路線長を誇る大手私鉄ということで、もうねこれ本当にね運賃表の範囲が広いんですよね、うん、で当駅っていうのがこれ近鉄の名古屋ということで、大阪ナンバーどこにあるかっていうと、これがぐーっとずっと行って大和八木とかその辺をずっと越えて大阪ナンバーってもう一番端っこにあるんですよね、うん、で運賃がいくらかっていうと2360円か。すごいな、もう私鉄の運賃額とは思えないぐらい高額なんですけども、まあ、名古屋から大阪ってそんだけ遠いですからね、うん、じゃあ早速切符買っていきましょうか。さあじゃあ、ね、特急券と乗車券を買っていきましょう。今ねトランペットさんに教えていただいたんですが、この機械がなんか確かに JR の昔の、そうですね、なんていう機種ですか。MV30 型ですね。MV30、確かになんか見たことある感じで、はい、確かに懐かしい感じがしますね、うん、でじゃあこの駅から今すぐ乗るで、やっぱり近鉄だからいろんな方面に特急が走ってるということで、今回は大阪に行くから大阪方面で、あ、もうたくさんあるな、ね、まずは京都まで行けるし、今回は大阪難波までということでね、うん、で、14時27分以降で今回は大隅くんも行くので2人ということで、で確認ということで、で、ね、15時ちょうど発のやつがこの近鉄のアーバンライナーの最速達ということでね、じゃこれで行きたいと思います。どれがいいんだろう、進行方向一番前がいいかな、一番前ですね、うん、一番前のなんかパノラマになってるんですよね。そうですね、そうですね、ただちょっとデッキと、あ、そう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 、挟んでじゃあ 1C1D にしてで確認にして、で特急券と乗車券で、これで8520円ということでね、うん、今回はゆきちさんを投入して、あ、でも新幹線で行くより全然安いということでね、うん、楽しそうな絵が描いてありますけども、うん、大阪まで2時間で行けるんですね。そうですね、意外と早いの。昔はもっと早かったんですよ。あ、そうなんですか。巣にも止まらない。え、マジっすか。名古屋を出ると鶴橋が止まらない。やばいっすね。巣にも止まらない。昔は本当にノンストップ特急で、やばいっすね。じゃあね、名古屋で大隅くんに合流したということでね、じゃあここから、ね、近鉄の最速達特急の、アーバンライナー何個だか分かんないけど3時に出るやつ乗っていこうか、うん、そうだって我々東京に住んでっけど集合場所が名古屋って、なかなかあれだけども、じゃあ行きましょうか、ね、これ乗車券があるから、そうして、あれ乗車券はお客さんに入った乗車券を入れるのに、あ、これでいいんですか。とんでもないことです。大阪やばいよね、やばいよね。でもこれでもさ、名古屋の次は津でしょ。津の次がもう鶴橋だから、やばいよ、本当にやばいよ。あとで時刻表見た方がいい、本当に例ばっかりで、
うん、これめっちゃ面白いよ本当に、うん、じゃあちょっと先頭の方行ってみますか、うん、やばいよ。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。この電車は大阪難波行き特急アーバンライナーです。途中鶴橋大阪上本町に止まります。次は津です。この辺駅名もできるよ。特急には乗車券の他に特急券が必要です。特急券の指定番号の席にお座りください。この電車は後ろの車から1号車、2号車の順です。1号車はデラックスカーでデラックス券が必要です。次に隣の号車ね、もう誰も乗ってないんですよね。おお、これは面白いな。おお、この間アーバンライナー乗った時は結構人乗ってたんですけど、まあ、やっぱり昼間の便だとあんまり人乗んないのかな。でやっぱりね、最速立つ在来線特急ってだけあってめちゃくちゃ速いんですよね。すごいな。それで停車駅が津と鶴橋と大阪上本町だけっていう、本当にね、こんだけ停車駅が絞ってくれたらね、めちゃくちゃ本当楽しいということでね。もう次津だけどさ、津の次はいきなり鶴橋なんだよ。これがもうとんでもないんだよ本当に。もう何行く途中通過なんだろうって話で、通過っていうか、なんだろう、時間的にはもう津の次鶴橋が1時間十何分ずっとドアが開かないっていう感じで、やばいな、1時間十何分ドアが開かないって新幹線以外考えられないかもしれないけど、在来線の特急でも普通にあったっていう感じだな。鶴橋に到着します。 JR 環状線はお乗り換えです。車内にお忘れ物のないようご注意ください。お出口は左側です。扉にご注意ください。近鉄特急アーバンライナーをご利用いただきましてありがとうございました。
間で名古屋から何本も行ったけど、本当にもう何度もいいけど、津から、鶴橋の間がもう、ね、長すぎてっていうか、本当にこんなに速く走るんだってそういう感じでね。